そうすると今使っているオキシオニブモデルだったら、総生産と純生産の関係ってどんなふうに表せるんでしょうということなんですけれども、第一材の総生産が X1、 消費材の総生産を X2 と書きましょう。第一材の純生産を Y1、 まあ生産手段ですね。で、消費材の純生産 Y2 としましょう。そうすると総生産と純生産って、どんなふうに、この場合定義されるかというと、第一材、生産手段についてはですね、生産手段の生産 X1 生産しました。で、それがどんな風に使われるかというと、それは、一つは生産手段の投入というものに使われています。それは第一部門では X1 という生産が行われて、その一単位あたり A1 の生産手段を投入しますので、掛け算して A1、X1、 こんだけ生産手段を投入します。それから、消費材 X2 作っていて、それ一単位あたり A2 の生産手段を使ってますので、A2×X2、 これだけの生産手段を消費財部門で投入しています。で、これが、X1、X2 という生産をするために、投入されている生産手段で、で、年々これを繰り返し維持するためには、この分というのは、手をつけてはいけません。補填分、ですね。それにプラスして、それを上回る残りが第一代生産手段の純生産なんですよと。で、消費財はどうなるか。これは生産手段として投入されてませんので、消費財に関しては生産されたもの全部が純生産です。まあこういうふうに書けるということ。で、これがまあ総生産と純生産の関係ですよと。そうするとこれを解くと Y1 と Y2 っていうのは計算して出すことができるということですね。まあこれはもうすでに X2 というのは Y2 ですということが出てますから、で、これをここに代入すると X1 も出ます。で、これを左辺に移行しますと X1-A1X1 イコール A2、Y2、プラス Y1 というふうになります。X1 でくくって、全体を 1-A1 で割ると、X1 は出ますよということですね。で、こういうふうに出ます。X2 は Y2 です。で、こういうふうに X1、X2 が出てくるということですね。こんなふうに Y1、Y2、人間様が利用できる純生産というのをしようというふうにすると、この純生産をするためには、生産をこんだけしなければいけませんよというのが出てきますということですね。そうしますと、これどうなるかっていうと、例えば、第一材、この Y1、純生産を1単位純生産しましょう。第二材に関しては0です。いうふうにするとですね、総生産はどうなるかというと、ここに1入れて、ここに0入れますので、X1 イコール 1-A1 分の1ですね。そうするとですね、この時の必要な投入労働力はどうなるかというと、これにタウ1をかければいいということですから、タウ 1X1、1-A1 分のタウ1になる。で、これは先ほどの T1 なんですね。同じように、今度は第一材の純生産は0で、で、第二材の純生産ですね。第二材の純生産 Y2 は1単位作りましょう。というようなことをしたらどうなるかというと、X1 は、ここが0で、ここが1単位ですから、1-A1 分の A2 になる。X2 は1になる。この時必要な投入労働量はどうなるかというと、第一材がこんだけ生産されて、第二材がこんだけ生産されてますから、それぞれ、タウ1、タウ2をかければ出てくる。タウ 1X1 たすタウ 2X2 っていうのは、これにタウ1をかける。1-A1 分のタウ 1A2。で、プラス、これにタウ2をかける。タウ2ということになって、これはどう、何かというと、さっき出てきた、これ T2 ですね。1-A1 分のタウ1っていうのは T1 ですから、これは T2 です。ということで、その T1、T2、投下労働価値ですね。直接間接の投入労働量というのは、何を表しているかというと、第1材なり第2材なり、それぞれの材を純生産するために必要な労働を表している。つまり、例えばこの第2部門で言うと、第2材、消費材を1単位純生産しますというためには、直接にタウ2の労働が第2部門で必要であるというだけじゃなくて、間接に第1部門において 1-A1 分の A2 という第1代の生産が行われるために、タウ1かける 1-A1 分の A2 の労働が必要ですよ。だから第2部門においてこんだけ労働がされて、第1部門においてこんだけの労働がされて、この第1部門における労働、第2部門における労働が両方あって、初めて社会全体で第二材が1単位できてますと、いうことをここでは表している。つまり、一般的に第一材を Y1 純生産する。第二材を Y2 純生産する。社会全体で純生産をするためには、どんだけの労働が必要かっていうと、これにタウ1をかけると。
いうことですね。1マイナス A1 分の tau1 y1 プラス tau1 a2 y2 で、これに tau2 をかけたやつプラス tau2 x2。 こんだけの労働が必要なんだけれども、これは tau1 x1 ですね。第1部門においてこんだけ労働が働いている。で、第2部門でこんだけ労働が働いている。この第1部門でこんだけ労働が働いて、第2部門でこんだけ労働が働いて、そのことによって y1 y2 が生産されてますよということですね。タウ 1x1 プラスタウ 2x1。 こんだけの労働が投入されることによってこれが生み出されます、純生産されますということなんだけれども、これを中身を解くと 1-a1 分のタウ 1y1 プラス 1-a1 分のタウ 1a2 でプラスタウ2の x2 になる。つまりこの部分ですね。この部分がこれ、この部分、こうなって、で、これは t1 のことですから、t1y1 プラす t2y2。つまり、いろんな材の純生産をするために、直接間接に必要な労働はどれだけですか？世の中で人間様が利用できる純生産物の超過労働価値の総量ですが、それはどれだけかっていうと、各部門で直接に投入されている労働の合計に等しいんだということですね。tau1x1 たす tau2x2 というのと、これが等しくなりますよということです。この y1、y2 という純生産を取り出すために、どれだけの労働が必要でしょうっていうことを計算するためには、それぞれの投下労働価値を掛け算すればいい。で、足し合わせる。そうすると、直接に各部門で投下されている労働の合計になるんです。まあ、こういうことがわかるということですね。これは、投下労働価値とかの話で誤解というかですね、そういうことがあって、つまりどういうことかというと、まあ、伝統的なマルクス経済学の説明の仕方によくある話なんですが、これ間違ってる説明ではないんですけれども、投下労働価値っていうのが商品の中に凝固した労働みたいな、そういう比喩をすることがありますね。労働者が働いて商品を作り出しますと。で、そうすると、その、商品の中に労働者が働いたその労働が凝固して、で、それが価値ですというような説明の仕方をすることがあります。完全に間違った説明というわけじゃないんだけども、それはまともに受け取るとですね、何か労働者が手からね、労働価値ビームみたいなのを出してて、その労働価値ビームが商品の中にね、凝固するというような、そんなイメージを持ってしまう。そうすると、労働者が物を作るときに生産手段を使いますと。その生産手段の価値と、直接労働者が労働して加えた価値と、プラスしたら、商品の価値になりますよという、まあそういう説明なんですけれども、生産手段の中に含まれている価値っていうのがね、過去の労働者の、労働が凝固したものです。そういうイメージを持ってしまう。生産物の価値というのは、投入された生産手段の価値に直接投入労働をプラスしたもの。そうすると、この直接投入された生産手段の価値っていうのは、過去の労働が凝固したものであって、で、それに、現在の労働が付け加わって、生産物の価値になってますと。いうようなイメージが、伝統的なマルクス経済学の説明からは、してしまうということなんですが、そうではなくて、これは全部、現在の労働ということなんですよ。Y1、Y2 という純生産物を現在取り出すためには、その現在、第1部門でこんだけの労働が必要で、第2部門でこんだけの労働が必要ですよと、相並んで、生産が行われていると。まあ、わかりやすく言うと、Y2 だったら、第2部門でこんだけ労働が、なされる上に、第1部門においてこんだけの労働がなされているわけなんですが、これがその時点で相並んで労働が行われているということなんですね。Y1、Y2 という純生産を行うために、現在時点で X1、X2 という総生産が行われて、そのために各部門で労働が投入されているわけで、そうやって社会全体で現時点で相並んで労働が行われているということ。まあ、そういうことによって、年々この Y1、Y2 というのを取り出し続けることができるんですよという。こういう再生産の概念なんです。年々繰り返しこの Y1、Y2 という純生産を取り出すためには、年々相並んで、この、第1部門でこんだけ、第2部門でこんだけの労働が投入されなければいけませんよということを表している。そういうことです。なので、ここの部分というのは、過去の労働ということではなくて、現時点の労働者たちの労働であるということです。に、ご注意をいただきたいということです。ということで、今の話をちょっと、振り返ってみると、人間はですね、自然に対して労働を投下する。で、
その労働からその純生産物を取り出しているんですけれども、その生産物を取り出すときに都市空間でやっているわけではなくて、生産手段を投入しているので、その生産手段を生産しないといけないということなんです。だから生産物の中には投入されるべき生産手段を生産するという分が含まれている。それを除いた残りが純生産物として人間が自由にすることができますよという、こういう構造ですね。で、これがまあ、いわゆる物質代謝。人間が、この労働を投下することによって、そこから生産物を取り出していると。このうち、どんだけ労働を投入せないかんか、そのためにどんだけ生産手段を、使わなあかんかっていうね。こういう話っていうのは人間にとって、自然というものが持つ制約になるということですね。で、これはだから、必然の世界ですね。そして、そこから、純生産物が取り出せますよと。で、これは人間が自由に使うことができる。この、労働を、なるべく、少なくして、たくさん純生産物を取り出しましょうということが、発展していくということが人間の生産力の発展ですっていうのが、まあ、マルクスの見方でありまして、その、人間の生産力が発展していくということに、まあ、歴史の進歩を見ているということですね。それが、まあ、マルクスの見方の基本にある話で、で、そのことが人間の自由を拡大していくことなんですっていう、そういう認識があるということなんです。なので、マルクスの認識としてはですね、なるべくその必然の部分というものを縮小していってですね、自由の部分を増やしていくという、こういう方向というのが人間の、進歩であるという、そういう見方があるということですね。ということで、T1 とか T2 とかっていうのをなるべく小さくしていきましょうと。そういうふうな方向に人間の歴史というものは進歩していくんですよと。いう、そういう見方が、基本的なところには、ありますということです。で、物を作るためにどんだけ労働が必要かっていう、その必然性の世界というのはね、縮小していくと。で、いうことによって、残りの労働時間というものを自由に使うことができる、いうことですね。で、そうやって自由時間が拡大していくということが、まあ、人間が、究極に目指していくことなんだというのが、まあ、マルクスの考え方の、基本にずっと貫いているという。まあそういうことがあります。さらに、これをですね、人間というのは一人でやってるわけじゃなくて、たくさんの人間でやっていて、その労働を、社会全体でどんな風に分担しなければいけませんかっていうのが、先ほど言ったような計算で計算できますよ、ということになるわけですね。で、そうすると、純生産物を取り出すわけなんですが、様々な純生産物が、作るために、どういう労働が必要になるか。世の中全体でどう労働を配分せないかんかっていうのが、まあ、先ほど言った投下労働価値の計算で、計算することができますと。それで、搾取の話、前回やりますけれども、資本主義経済において利潤が存在しているならば、労働の搾取があるんだっていう、こういう話を前回したわけなんですが、この労働の搾取っていうのは一体何を意味するかっていうことをちょっと考えてみたいわけなんです。世の中の総労働量を例えば L としましょうというふうにしますと、これは、こういうことですね。L をかけるとこういうふうになります。ということです。で、そうすると、これは何かというと、これ RL というのは、1体あたり R の消費財を受け取りますと。それが全体として、L 労働がありますと。いうことなんで、掛け算した RL というのは、これは労働者が受け取る消費財の総量です。で、一方その L っていうのは何かというと、L は総労働量ですから、各部門の総生産物を作るために、各部門で投入されている労働の合計ということ。これは T1Y1 たす T2Y2 と等しいですよっていうのが成り立つわけですね。で、純生産物 Y1Y2 を作るために直接間接に必要な労働量、これと等しいですよというのが成り立つということなんで、そうすると、これがイコール T1Y1 プラス T2Y2 であります。この部分。で、そうすると、これは、これを代入しますと、T1Y1 プラス T2Y2 マイナス T2RL というのは、イコール T1Y1 プラス T2 でくくると、Y2 マイナス RL。で、これが正だよという話になるんですね。そうするとですね、何が分かったかというと、これは、これ第一代の純正産物。第一代の純正産物っていうのは、生産手段の純正産物ですね。生産手段の純正産物っていうのは、生産手段を、投入したものよりももっとたくさん、生産した残り、余計に生産した部分ということですから、
これは今期の生産を維持するためだったら、その投入した部分だけ生産してれば済むんで、それよりも増えるっていうことは、生産の拡大のために投入される。だからこれ、いわゆる資本蓄積、生産した蓄積ですね。ちょっとイメージしてもらうには設備投資みたいなものですね。はい。いうことで、この Y1 は生産手段の蓄積部分ということなんですね。で、この Y2-RL っていうのは、消費財の純生産分から労働者の取り分を引いた残り。だから、まあこれは、支配階級、まあ今の場合は資本主義経済ですから、資本主義経済だったら支配階級が資本化ということに、まあ一応なってるので、資本化の、消費分ですね。つまり、この二つというのは、純生産物から労働者の消費分を引いた残り、常用生産物ということですね。なので、ここの部分は何を表しているかというと、その常用生産物を作るために直接間接に必要な労働ということを表している。こういうのを、常用労働というわけですね。つまり、ここで言っているのは、利潤が存在しているということは、すなわち常用労働がなされているということだ。で、そのことによって常用生産物が生産されているんですよということ。だから、利潤の存在と労働の搾取、常用労働をしているということは同じであると。同時に、そういう時には常用生産物が生産されている。この3つが、同じことを意味するんだということであります。ということで、この等価労働価値、直接間接の、必要労働という概念を使うことによってですね、等労働全体のうち、例えばこんだけの労働は、労働者が受け取るものを作るために働いていますよと。で、こんだけの労働によって、労働者が入手する消費財が作られます。で、こんだけの労働によって、常用生産物が作られます。というふうに、世の中全体の純生産物が、どんな割合で作られるか。こんだけは労働者が重視する消費財が作られます。こんだけは常用生産物が作られますという。世の中全体で作られる純生産物がこんなのがある、こんなのがあるというのに応じて、それを作るための労働が総生産の中でどのように配分されているかということが、まあ、こうやって、この T1T2 というような概念を使って、計算することができるということですね。で、前回パワーポイントのプレゼンでお見せしましたように、こういう世の中全体の労働がこんな風にして配分されているっていうのを、労働者一人当たりにすると、こんな風に、労働者一人当たりで、搾取が行われている。ある部分は、T2R の部分は、自分の受け取るものを作るために働いていて、1-T2R の部分は、常用生産物を作るために働いているというふうに、世の中全体の労働者がそれぞれ分担して、こういうのを作ってるんだけども、それを、一人一人の労働者がみんなでシェアしているということですね。そんな風にして見て取ることができるというのが、マルクスの基本定理で見ていることですよ、ということが、わかるわけです。